はい、どうもこんにちは。今日はですね、この辺りでは超人気のカモシカオートキャンプ場にやってきました。たまたまちょっとね、ポロッと見たら空きがあったもんで、速攻予約を入れた感じです。ちょうど今周りも紅葉してていい感じですね。早速設営してみたいと思います。ちょっとこう向こうに押してあげるような感じで、これはすごく屋根はできました。とりあえずテントだけ立ててお昼にします。いただきます。 YouTuber か。そうほら紅葉しとるし、もうちょっと晴れるというのもちょっと思ってるな。まあまあでも目の心配はなさそうだし、いいんじゃない。せっかくキャンプに来たのにスーパーのカツ丼っていうのはどうなの。しゃあない、うん、はい、ちょっと散歩に行きましょうか。散歩というかちょっとトイレまで、すぐ目の前に水道と排水場があって便利ですね。この辺はキャビンエリアです。車は一方通行やけど歩行者はいいかな。どうな、綺麗に紅葉してますね。川遊びは気をつけてっていうことは、まあ、川で遊んでいいやろけど、さすがにちょっと川で遊ぶ季節じゃないかな。トイレこれや。うん、近いやん。なんか、カモシカリゾートって書いた。ハンモック？スリーテント？トイレ、温水、シャワー。水場。こっちは何だ？あ、自販機とビールまである。年齢認証なしで言うってどうなの、うん、こっちも炊事場ですね。トイレめっちゃ近いやん。あ、よう紅葉しとるな。こっちは黄色くてこっちは赤くて、おお、めっちゃいい。ここは人気あるの、うなずけますね。これ。ああ、ここがゴミステーション。地図見るよりも、こじんまりとしてて、近いですね、全体に。この間がね、オフロードランド行った時、結構トイレまでの距離あったからね。これ。おー、いい季節やね。ちょうど紅葉のシーズンで、最高ですね。来れるかわからんでね。本当にね、3ヶ月か4ヶ月先まで予約できるけど、まあ土曜日は空いてないですね。直近になったら平日でもいっぱいだから、すごい人気ですよ。比較的こじんまりとした感じかな。
今回はね、その中でも人気があるというこの E1 というサイトがたまたま取れました。ここはですね、寒いからもつ鍋にします。はい、今日はもつ鍋です。見える？見えてますかな。もつ鍋といえばてんこ盛りのキャベツや。てんこ盛り入れすぎじゃない？これこんなに食えるんかなっていうぐらい。いや、玉ねぎ、それがへしゃってなるんやろ。うん、玉ねぎは入れ、玉ねぎは書いてなかったけど、ちょっと個人的に入れますよ。ニラもたっぷり。じゃあこれ蓋閉まるんかな。閉まるよ。じゃあこれを火にかけてと。よいしょよいしょ。じゃあ今日は黒色のやつでいきます。金色のやつ、黒色。こんなちっちゃいのしか買うてもらえない。いろいろとバラされたくないことがあるやん。なんじゃそら。いろいろのやつね。いいね。天幕の。いつもお湯が沸いとる状態ってなんだか、うん、はい、夏鍋もできました。それが自然消滅だ。夏鍋とやってとる。持つってどこにある？こっち側の持つが初めから入っておった持つで、こっち側の持つが上から買ってきたもつ。どれ
肉が取れるのにキャベツがついてる。まあ。よう煮込まんと。うん。これ初めから入ってたやつと違うし。初めから入ってたやつが見えません。